どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もシリーズ化してます。ベトナムのモジャ君とつないで、今どんな感じに G ラボ工房になってんのって話を、今日も聞いていきたいと思います。日本で梅雨になっちゃった今日の、もうなんか全国的に梅雨なのかなみたいなムードだけど、そっちは相変わらず暑い。暑いです。暑いですね。そりゃそうだよね。そうですね、なんか梅雨じゃなくて雨季に入ったらしいんですけど、でもあんまり雨は降らないなっていう印象ですかね。そうか、一応雨季には突入してるわけですね。みたいですね、はい。だけど降ってない。なんか降るわけ？それ今年はあんまないんですよね。あんまない。待って、まあ、あれあると困る、やばいもんね。やばいっすね、やばいっすね。仕事してどこの道も全部川になっちゃうんだよね。でも、他の人たちも慣れてるからさ、全然なんてことないんだよな、あれがな。どうですか、最近は。なんか進展ちょっと教えてください。最新情報、ガズレレ、ウクレレ、Gラボウクレレ。最新情報。そうですね。これからガズさんのセカンドモデルっていうのを紹介しようかと思ってるんですけども、その前にちょっとだけ、そうです。使ってるやつの、もう一個のセカンド。もう一個のバージョン。その前にもう一個、実は前に僕が好きに作ってたってやつのセカンドバージョンっていうのも今作り始めたところで、それまだ進んでるわけで、ね、全然ないので、またこれから先に報告できたらなと思ってます。 OK です、ね、はい、ではガズさんのセカンドモデルの方、今塗装中なので実際の出来上がりとは違いますね。あ、下塗装ってこと、すごい柄だな、それもまた。あ、いいね、バックは。はい。ここにもう一回塗装してファンバースト吹いていくってことなの？そうです。この状態で、いわゆるサンバースト。そうですね。そうと同じカラーリングの。この色の状態だ、つまりは。この色です。今の中の黄色っていう感じですね。サンバーストってこういう色をね、知らない人のために言っとくと、これ職人が要はスプレーみたいなのでね、エアブラシみたいなガンでこうやって色をね、そうです、拭きます。フィンスだけなんですよね、これってね。プリントとか感覚だけです。だから職人さんの腕がね、ものを言うわけですよね。ここうまいことやる、まあ、一本ずつ全部違うってことですよね、サンバーストの場合は。そうです。同じように見えて、うん、でその職人さんが、まあ、G ラボチームには優れた、もうベテランのすごい方が入ってくるってことでね。もうチームの一員いるなんてすごいことだね、本当ね。いや、本当にもうベトナムでも指折りのもう超すごい職人さんなので、はい、はい、これ話を遅れてたけど、このあそこだ、ちょっと一回取ってくる。この今使ってるこのガズのウクレレ、このガズのウクレレとこの薄レレ、ソプラノのウクレレ、これをですね、次回ぐらいに多分これ予約注文開始できると思うっていうのを今伝えておきましょう。なんでこれもガズモデルも、オーダーいただける方はそれ、このね、このサンバーストの塗装絶対僕とちょっと若干違うってことだからね。そういうのをお楽しみにしておいて。そうですね。ね、手でやるので。そうだよね。はい、で、今は、今、もちゃくんが持ってるやつは、この薄レレモデルのこのガズモデルという、まあまあ、そんな意味だよね。しかもコンサートサイズで。コンサートサイズで。実験しまくりですね、この薄レレも。この薄レレがまた音いいんだ、これがさ、すごくこれ、うん。これ名作です、これ、名作。これも、近日中にこれ情報公開になりますので、お待ちください。はい、じゃあちょっと続けて。いいね、柄がすごいな、それ、サルスベリ。柄すごいです。これは、まだ名前が見つからないっていう、前も。そうか。硬い木ですよ、でも、その柄が出てるってことは。そうですね、サルスベリよりは若干柔らかいのかなっていう印象ですかね。と比べたらどうなの？まあ、どうなんでしょうね。まあ、サルスベリより若干柔らかめの音で、まあ、っていう感じですけど。重さはあるの？重さも若干軽いんですよ。あ、そうなんだ。だって、一見、ちょっと見た目が似てるメープルっていう木では重いじゃん、結構。そうです。サルスベリーの方がメープルよりも重いですかね。あ、そうなんだ。それに比べると軽いってことだ。
なるほど、ね、そうです。今の調べてる状況でいうと、おそらくメイプルの仲間なんじゃないかなっていう。木目を見たら完全になんかメイプルの仲間かなって思うけど、キルティッドメイプルじゃないよ、なんだそういうの、バーズアイじゃねえや、なんて言うんだろうね、その虎だよね、本当にね。虎、本当虎目ですね。これはやばいね。その色だけでもいいってしちゃうけどな、でもなんかな、やっぱりちょっとブラックマンバーとかかっこいいからな。まあ、それは相当いいね、色もね。うん、ヘッドもそれサンバーストになるの。そうです。いいね。今回はちょっとホワイトパールの。あ、そうね、前回ね、ここね、ちょっとね、ここ見づらくなっちゃったからね、このね、もともとこのちょっとね、途中で変化したから、この G マークがちょっとね、見づらいと思う。なるほど、なるほど。じゃあ、これからそのサンバーストを吹くところになるんだ。それって動画と、はい、撮れない？ちょっと動画撮れないかもしれないですね。なるほど、やっぱすごいの、状況が。そうそう、結構、塗装のミストが結構かかるんで。そうだ、レンズについてやったら、そんなことか。そういうのみたいなけど、まあ、ちょっといずれなんかで考えようかな、本当ね。そうですね。はい。うんうんうん、っていう状況ですね。うんうんうん、まあ音の方はおそらく、まあというかその薄レレのコンサートモデルをまだガッツさんが弾いてないので、そうそう、今さっきもちょっとここの撮ってない時にオジャ君と話してたんだけど、今このソプラノサイズのこの薄レレっていうのは僕の手元にあって、ハニーさんが主にこれメインで今使ってこう一応テストしてもらってるんだけど、これすごくいいんですよ。でこれの要はこれのこの要はスペックのままのコンサートサイズっていうのが今ね、日本にちょっとサンプルで到着してるってことで、まだ我が家に届いてないから、ちょっとそれ多分でもね、この感覚から言うと相当すごく期待できるんだよな。このヘッドが小さいのと、この薄いのと、このペグも6対1だったら、あとこれ樹脂製だから軽いとか、これ結構革新的な一本だと思うんだよな、この薄レレは。すごくいいですね、はい。まあちょっとそれも楽しみ。このコンサート、向こうに送ったコンサートよりも、まあ、若干固めの音になるんじゃないかなっていう予想はしてる、ね、トップ材がちょっとね、そういうスペックだからね、うん、トップ材っていうのはこの表の木がね、ちょっとこっちはアカシア使ってるからね、とこの木がね、そうです、うんうん、木材が違うので、そうね、これだいぶキャラクター違うね、これもね、やっぱ全然違うんだよね、通常のわがままウクレレとは、わがままウクレレの音もすごく大好きだけど、これもやっぱり独特の深みがあるところで、音でね、もう最近これを、ね、うん、すごくこれもいい感じ、すごい感じ、はいはいはい、まあ、そういうイメージでやってるんですけど、まあ、正直完成してみないと音は分かんない。まあそれはそうなんだよね、職人さんというよりはそういうことをね、まあ冒険してくれてるっていうか、そんなことだな。予測で設計とかはしてますけど、うん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 、っていう状況ですね。いいですね、いいな、いい色だな、その飴色みたいなのもね。そうです、非常に、本当に、まあエレキっぽいというか。そうね、もう確かにいいですよ、しやすい、うん、確かにね、これ厚さはこのこっちの薄さと一緒なんです。厚さは同じです。ソプラノとコンサート同じ厚さなので。いやこれもさ、ハニーさんも言ってるんだけど、これに慣れちゃうとさ、普通のサイズがすごいでっかく感じるんだよね。このここのね、手がさ、こう当たるところですよね。すごいさ、邪魔じゃないんだよね。すごくもう素直にストロークできるっていうか、うん、まあこれを例に出すとあれだけど、こんだけやっぱ違うから、そうするとここにすごくね、腕のこういうところが当たる感じがすごく感じるっていうか、うん、まあでもそうなんですよ。そうね、でも俺の場合はここに当てといて、こう手首でこういうふうに使うことが結構多いから、あ、まあ、いろんなことがあるけど、うん、まあまあでも面白い、新しいコンセプト、素晴らしい。通常のガズのわがままウクレレ、皆さん今お題いただいて、大変お待たせしております。その辺の進捗状況は今どんな感じになってますか？そうですね、日に日に、生産の方が順調に加速して、行けてるので、はい、今から課題としては薄レレの方の、うんうん、ラインというわけじゃないですけど、まあ、なんて型とかそういうものを設備を整えて、うん、これからね、これまた受注入っていくわけだからね。そうですそうです。その辺の、はい、設備を、まあ、整えていこうかなっていう感じで進めます。感じです。
はい。そうか。まあまあ、でも、いろいろと動き出して、ちゃんと動き出してよかったな。例えばですね、ね、各 SNS とかガズレレ YouTube でもシェアしたんですけど、先日NHK のお父さんと一緒っていう番組があって、その中で、まさともくんっていうね、歌の、今回新しく、デビューした歌のお兄さんが、なんと G ラボウクレレのコンサートを使ってですね、この間演奏してテレビで出たんだけど、あれ、ね、すげえ音良かった、やっぱり。NHK の音響さんもね、これすごく、いい音でしたねって言ってくれて、なんか、もう本人さんももう、本当に、気に入ってくれて、あれ、やっぱり良かった、良かった。良かった。あ、やっぱりいいもんね。ちゃんとこう、広く、なんかね、あんな風に、まさかね、テレビ画面に G ラボのウクレレが出るとかね、面白いけどね。まあでもああいうのもね、まあ、これからなんか、もしかしてそういう機会も増えてくるかもしれないんで、ね、引き続きね、そんなのもちょっと、ね、はい、しっかり、まあ、手を抜くことはできない、やっぱり。ね、こんな感じで、今の続けていくっていうのが、また本当にね、よろしくお願いしますというか、まあやっていこうねというふうに思ってます。コロナに関してはどうなんですか、そっちは。もう全然今のところ大丈夫。いや、それがですね、つい先週の初めぐらいからコロナがまた入ってきて、タイでもなんかやらないことになってるらしいよ。あ、そうですか。そう、まあ、そうですね、ちょうど何て言うかな、ゴールデンウィークみたいなのがこっちもあるんですよ。はいはいはい。4日ぐらいしか休みないんですけど、うんうん、そのあたりが、それが終わったあたりからやっぱ入ってきちゃって、うん、あ、ちょっと4時だね。ちょっと今ちょっと過敏になり始めたっていうんですかね。まあちょっと、まあできる限り気をつけてね、まあ、手洗いうがいうがいしてもらってってことになると思います。そうですね、はい、なるほど。まあ、はい、引き続きね、まあ、暑いでしょうけど、ちょっと体調管理、本当気をつけてね、やってみていただき、やって続けていただければと思うんですけど、まあ、ちょっと工場のツアーもぜひ、またちょっと考えといて。そうですね。はい。カメラを新調したので。あ、いいね。汚い机っていうか、ちょっとだけ。見せてうん、いいです、いいです。ああ、なるほどね。見えますかね。見える見える。カメラ。まあなんか作ってる感のある。なるほど。あ、そうやってそこにヘッド乗っけてね、地面につかないようにっていうか、なんか、なるほどなるほど。あ、そこで作業してるわけですね。最終そこで調整っていうか最後の調整してるの？ここで、そうです。最後まあ。生産の梱包直前にチェックリストっていうのをつけてるんですけど、まあ、それをつけがてらちょっとこう直すところは直しながらみたいな、クランキーチョコレートのいい感じじゃない、クランキーチョコレートそうですね、クランキーチョコレートやっぱりちょっと韓国風な感じですね。あ、本当だ、何それ、ベトナム語いや、韓国語ですね。なるほど、韓国のスーパーがあるからね、そこで買ってくるわけ。ロッテなんで。そうだ、ロッテって韓国企業だよ。なるほど。僕のおやつです。なるほど。いや、なんか脳みそね、甘いもの食べて脳みそ働かさないといけないから。なるほど。まあ、どんな感じでちょっとさ、どんなとこでさ、作られてるのかっていうのをちょっと見たいから、ちょっと次回企画していきましょう、そういうのね。そうですね、はい。そうしましょう。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、まあ、一応重ねだけど、はい、今ね、ご注文いただいてる皆さん、本当、もうちょっとお待ちくださいね。はい、今、ベトナムで、まあ、一丸となって取り組んでるということですので、もうちょっとお待ちください。最近、すごくまたね、いい感じに流れてるみたいな、まあ、その辺はね、安心してるんですけど、お待たせしておりますということと、さっきも話しましたけど、このガズの、シリーズ、この薄レレも今回新しく今度の注文で多分受付開始できると思うので、その辺の情報もお待ちくださいということでございます。はい、じゃあG ラボのベトナムのチームメンバーの方にもよろしくお伝えください。暑い中ね、はい、はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにしましょう。はい、また連絡します。また皆さんにも知られてくるように、はい、またちょっとねこんな感じで継続していきましょう。あ、ちなみに今までのね、もじゃくんとの対談のやつももうプレイリストになってるんで、ちょっとこの辺に、どっかこの辺にリンクも貼っとくし、概要欄のところに貼っとくんで、また見てください。こんなところから新しいアイデアがどんどん生まれますよということで、やっておりますということでございます。じゃあ、さようなら、バイバイ。はい、こんばんは。